島派遣クリサンセマムの乗組員の皆さん、先ほどグレイプニルからの声明が発表されました。至急ロビーに集まってください。繰り返します。乗組員は至急ロビーに集まってください。声明？とにかく行ってみましょう。フィムはここにいてね。どういうこと？グレイプニルが赤の女王の壊滅を宣言したって。嘘だろ。残念ながら真実のようです。これがその報道です。本日未明、バランによる情報をもとにグレイプニルの鎮圧部隊が赤の女王の本拠地を襲撃、見事鎮圧に成功した模様。グレイプニル側の死者負傷者はゼロ。一方、潜伏していた赤の女王たちは打捕され、フェンリル本部へと移送された模様です。おい、この少年。間違いない。ニエルだ。くそ！フェンリル本部へ移送。オーディンに登場させるつもりなんだろうな。赤の女王のエイジは、海域を戦乱に巻き込んだ犯罪者。処刑代わりに使われることだって。なお、これを皮切りに各地の赤の女王のアジトへ同時に鎮圧部隊が投入され、先ほど赤の女王の無力化に成功したとの宣言が出されました。ベルナーはどうなったんだ？無事なのか？ベルナーを捕らえたらグレイプニルは間違いなく報道するだろう。ええ、まだ見つかっていないようです。所在情報への懸賞金が引き続きかけられています。ベルナ。フィムが人型アラガミ。フィムが消えればみんなを。少々無理が過ぎたか。ポイントアルファに向かった先遣隊全滅。後続の応援部隊の応答もありません。ベルナーはどこだ？探せ。全部隊索敵に集中しろ。ここは倒産。あっけないものだな。父上、俺はここにいるぞ。捕まえてみろ。発見！ベルナーを発見しました。速やかに打捕せよ。戦争犯とはいえ総督の子息だ。ただし抵抗すればその限りではない。了解。ベルナー、陣旗を下ろせ。投降しろ。王に祭は投げられた。覚悟はできているな。こんな野郎、よくも仲間を。待て、浮かずに手を出すな。銃で仕留めるぞ。撃て。今だ、取り押さえろ。こちら鎮圧部隊、
ベルナーの鎮圧に成功。よくやった。ベルナーの身柄を拘束し本部に移送しろ。残りの隊員はそのまま北上し、赤の女王の居住施設の鎮圧に当たれ、各地から逃れてきた負傷者や非戦闘員が集まっている様子だ。鎮圧にはさほどの労力もかからんだろう。非戦闘員と言いますと、女性や子供ということでしょうか。ああ、だが奴らはエイジだ。同情はいらん。貴重なオーディンの餌だからな。一匹も逃がすなよ。了解。直ちに鎮圧に向かいます。このゲスどもが。待て、ベルナーに暴走の兆候だ。こうするように周囲の海域が急速に活性化している。奴にはもう手を出すな。海乱が起きるぞ。引け。ここから先は父さん。く、引くぞ。これだけ殺しておいてふざけるな。貴様待て。ベルナーの鎮圧完了いたしました。そうか、部隊員にご苦労だったと伝えてくれ。はい。あ、いや。どうした。ベルナー鎮圧と同時に海乱が発生、部隊は全滅したとの報告が。ベルナーが海乱を起こしたというのか。はい、おそらく。愚かなことを。海乱の被害状況は、赤の女王の最後の抵抗により各地で小規模な海乱が発生し、未だ拡大を続けています。現時点では散発的な状態であり、主要な港およびフェンリル本部への影響は。いや、これはベルナー鎮圧ポイントから発生した海乱に引き寄せられるように各地の海乱が集まってきています。これは大海乱。このまま行くとフェンリル本部が丸ごと飲み込まれます。なんでこんな。ベルナーを慕う赤の女王たちの思い、我々への怨念か、あるいはその両方か。オーディン全機を投入する。全機の投入ですか。無茶です。調整が終わっていませんよ。総督府からの命令だ。何が起きているんです。
せめてそれを教えてください。大回乱だ。ベルナーは海域の大回乱を引き起こし、世界を海域で押しつぶすつもりだ。各地から徴用したエイジは500を超えた。奴らを使ってオーディンを動かせ。欠陥があろうがなかろうが構わない。やるんだ。でなければ我々は滅ぶぞ。はいはい、こんにちは、アリアです。ゴッドイーター3続きやっていきましょう。ベルナーやられちゃいましたね。いやー、なんか本当にあっさりでしたよね。しかも最後ちゃんとというか、他のねエイジたちと同じように回覧になりましたね。てっきり荒神化するのかと思ってましたけど、そういうわけじゃなかったみたいですね。それにフィムちゃんね、もうここで待っててねの下りでね、やばいと思ったんですよ。まあ予定調和と言いますか。そういうわけでフィムがどっか行っちゃいましたね。ではでは続きをやっていきましょう。ん？フィムか？悪い、さっきまでずっと部屋にいたんだ。今日は会ってないな。今日はフィム一緒じゃないんだね。昨日言ってたことどういう意味だったのか聞こうと思ってたのにな。昨日言ってたこと、なんか言われてたっけ。フィブはまだ寝てるの？昨日は一緒に寝たんでしょ。とっても楽しみにしてたもの。そうなの？今日はフィブと一緒じゃないのか。いない？どういうことだ。やっぱどっか行っちゃったんでしょうね。チョコマカとなんか支度してたけど、いやそうじゃないんだよな。クレアと二人で飯を食うとかなんとか、昨日そんなこと言ってなかったか。次は執務室でござるな。いえ、ここへは来ていないけれど、館内の監視カメラを確認してみるのが早いかもしれないわね。なるほど。監視カメラとな。監視カメラはまあないだろうね。フィムがさ、持ってたお菓子、俺に全部くれたんだぜ。あら。そろそろクリサンセマムに戻るかな。戻れないよな。確かに時々フィーバーはここに来るけど、今日は来てないよ。でもなんかこの間変なこと言ってたな。人気の整備を教えてくれとか言うもんだからびっくりしまったよ。フィームの人気を見てないな。ちょっと待てよ。一応ここも覗いていかないと。一緒じゃないけど、どうしたの？嫌な予感はする。一体どこへ？フィムがみんなに嘘をついてたってこと？なんか飯に行くって言ってたろ。俺はてっきりお前らが。大回乱が起きたのよ。いくらフィムでもこんな状況で。フィムが行きそうな場所、どこに。皆さん、これを見てください。先日の館内カメラの映像は出します。これはフィムがターミナルを操作しているの。あの子、いつの間にそんなことができるように。まさかあいつ。エミ、この端末からのデータベース照合履歴を確認してくれ。出ました。これは人型アラガミやオーディンに関する情報。クソ、やっぱりか。どういうことだよ。フィムは気づいたんだ。ベルナーの言っていた人型アラガミが自分のことだって。そしておそらく
自分が犠牲になれば俺たちを救えるってことにも。そんな間違いないです。先日のベルナーとの会話記録へもアクセスしているようです。ということはフィムが向かったのは。ああ、フェンリル本部だ。あいつは俺たちを救うために、これ以上争いが起きないようにオーディンに乗り込むつもりだ。目的地はフェンリル本部、急いで。子供だって油断してた。あの子も意志ある一人の人間なのに。フィム、どうか無茶をしないで。あ、行きますか。ディアウスピタ。ディアウスピタって雷だったのか。ダメージ入るな。何それ、え、知らないんだけど。羽生えたんですけど、あれがあれか、リザレクションからついたやつか。やべえな。おお、怖え。抜けたりすんのかな。見えにくい。2段。もう1段。ホールドか。短っ。今ホールドしたよね。いったんじゃない？今回はいい感じだったね。こちらに。移送中に怖いことはなかったかな？
言葉を発するとは驚かせてもらったよ。それに君の要求にもだ。君がオーディンに登場予定の全ての英治の身代わりになる。なぜそんなことを突然思いついたのだ。たくさんお勉強したから。そうか、大したものだ。フィム、みんなに元気になってもらいたい。触媒としてオーディンに登場すれば、いずれ君は消滅する。それでもやろうというのか。うん、消えちゃうのは嫌だけど、フィムは家族を守る覚悟はできているのだな。防衛決戦の準備をさせろ。ああ、すぐにそちらに移送する。君の協力で多くの者が救われる。凄惨な戦争も幕を下ろすだろう。最後に何か伝えたいことはあるか。はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。いやー、フィム本部ついちゃいましたね。追いつくことはできるんでしょうか。というわけでお疲れ様でした。バイバイ。